バレストレッチチャンネルです。今日は股関節が超硬い方向けのストレッチをご紹介していきます。このストレッチをすることで快適ターンができるように変わっていきますから、一緒に頑張っていきましょう。股関節を柔らかくするための基礎知識ですね、これをシェアしていきます。皆さん力を抜いて足、膝のお皿とつま先がどっちを向いてますか？まずこの段階で左右に開きの違いがある方は股関節が歪んでいます。普段からお皿と人差し指はまっすぐ正面、立っている時も同じ。この動きをね、意識しておいてください。力を抜く時にこれが外を向く方はガニ股タイプ、そして内股の方は内股タイプですね。男性にはこういったガニ股の方が多く、女性には内股の方が多い傾向にあります。内股の方はしっかり外に開く方のストレッチをたくさんしないといけません。逆にガニ股タイプの人は内側に倒す内腿の股関節のストレッチ、これが必要になってきます。今からやっていく足股関ストレッチも自分のタイプに合わせて苦手な方ですね、意識をしてやっていきましょう。はい、では行きましょう。足を開いて足を内側へ倒します。ゆっくり内外内外へ繰り返して、まずはしっかりとお尻の外側や内側、この股関節周りをほぐしていきます。50秒間ストレッチをして10秒休憩を繰り返していきます。徐々に股関節周りがほぐれていくのを感じて、さっき言ったようにガニ股タイプの方は内側へ倒す方を意識して、内股タイプの方はガニ股に開く方を意識していきます。自分のタイプに合わせた方を選んでください。しっかりと股関節がほぐれていくのを感じて、もう少しだけ、はい、いいです。一回力を抜いて脱力しましょう。で、膝を抱えて回すだけ。この膝をぐるぐるっと回しながら股関節をほぐします。これも左右で差がないか感じてください。抱えるときに詰まり感が出る方は無理せずにできる範囲で OK。 余裕がある方はしっかり大きな円を描きながら、膝は極力胸に近づけるような感覚、大きく大きく回して、特に回したときに内側へ回しにくい方は内側の方をぐっと寄せて、外に開きにくい方は外側を大きく開いて、これも自分に合わせて選んでください。ストレッチは何かをするよりも自分に合ったストレッチを選ぶこと、これが一番大切。はい、今度反対側、まず膝をぐーっと抱えて、抱えられるとお尻が伸びていきます。で、ここから回していきましょう。ぐるぐるっと回しながら股関節周りをほぐしていきます。呼吸は深く長く、特にガニ股タイプの方は内側に寄せる動きが苦手なので内側をしっかり、逆に内股タイプの方は外に開きにくくなってますから、外に開く方を大きく、自分のタイプに合わせて意識するところが変わってきます。回してる面もちょっとずつ大きく大きく広がっていきますね。徐々に股関節の動きを広げていきましょう。この時できるだけ骨盤がね、ぐらぐら動かないように骨盤は固定して、はい、いいです。もうここから壁に足を置いて膝をかけて内側へ倒しましょう。じわーっとキープ。で、何度も今度は動かしていきます。壁につけてるお尻、股関節の外側をほぐします。じわーっと内戻す、内戻す、少しね、ほぐれる感覚、お尻の外側が伸びる感じがあったらバッチリです。このままキープしてもらっても大丈夫。硬い時はね、この固まっているところをしっかりとさすってもらったり緩めていきます。内股へ倒す種目なので、特にガニ股タイプの人は頑張ってやっていきましょう。
はい、変異、今度は反対側です。逆足をかけていきます。そのまま膝を内側へ倒していきましょう。はい、倒して、今度は反対のお尻の外側を伸ばします。少し内側、戻す。内側、戻す。なんとなくお尻が伸びる感覚があったらいいです。足の付け根を徐々に大きく動かしていきます。で、余裕が出てきたら内側へ倒しましょう。自分の足当てで軽く押してもらってもいいです。この辺り、お尻のエクボや外側が徐々に緩んでいきます。はい、でここから今度は足を開いて閉じて足パカをしていきましょう。内ももを柔らかくしていきます。どうぞ、開く閉じる開く閉じる。で、股関節の制限になっているこの内ももの筋肉をしっかりと伸ばしたり縮めたりしてほぐしていきます。筋肉を温めて体を柔らかくしましょう。この時も下っ腹に力を入れて体幹部を固定します。呼吸は止めないように吸って吐いて、どんなタイミングでもいいです。必ず深い呼吸を保ちましょう。内ももも徐々にしんどくなっていきます。慣れてきたら足を大きく開いていきましょう。はい、ちょっと休憩します。脱力、今度は足をパカッと開いた状態で開脚のストレッチ。辛い時は膝曲がって大丈夫、余裕があったら伸ばして地面に近づける。辛いなと思う時は膝曲がってていいから、しっかりとこの硬くなっている内もものハムストリングスという筋肉をぐっと押さえてみましょう。硬い筋肉が握ってあげるとちょっとずつ緊張が緩んで柔らかくなっていきます。もも裏の筋肉は膝の裏側あたりからお尻の付け根までつながってますから、固まってるところを少しね揉みほぐしてください。慣れてきたら大きく足を開いて、オッケー、脱力。はい、お疲れ様でした。これで股関節を柔らかくするストレッチ終了です。ぜひ毎日続けて体を柔らかくしていきましょう。股関節の方はコメント欄からお願いします。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひこの動画がいいなと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。